ましたねから。オッケー。最初は無音で。最初無音でお願いします。マイクでだけで。5秒前です。はい。はい。マイクを上げます。はい。はい、沖縄開けましたね。開けましたね。何が開けたの？バッカーン。バッカーン。開けましたね。開けましたね。何が開けたの？梅雨ですよ、梅雨。はい。開けましたね、梅雨が。おめでとうございます、梅雨明け。もうめちゃくちゃ暑いですもんね。めっちゃ暑いね。暑い。本当に暑い。でも今は本当に青い空、青い海が似合う。季節になってきました。本当だ、そう、夏ですよ、もう本格的な、ね、沖縄に来るなら、ま、本当に今ですよね。今、そうだね。今、また冬になってったら、うん、もう厳しい冬が厳しい冬が訪れるので、ね、もしよかったら今、沖縄に遊びに来てください。はい、ということで、今日もミキとゆかいの仲間たち始まります。はい、やってきました、ミキとゆかいな仲間たちのお時間です。です、こんにちは、皆さん、こんにちは。一週間ぶりです。一週間ぶりです。はい、はい、もう梅雨明け。梅雨明けましたね。はい、あ、おきぼり弁当さんがこんにちは。こんにちは。あ、イエーイ、梅雨明けだって来てます。イエーイ、イエーイ、おめでとうございます。マジでもう本当に雨憂鬱でした。本当に本当に髪も膨らむしね。髪は膨らまない、私は。私結構膨らむ、ボンバー。やっぱ変わるんだね、湿気とかそういう感じで。変わりますね。そうなんだ。あと雨で顔を洗うことがなくなりました。あ、濡れて、はい、洗うことがなくなった。はい、あの、決して貧乏ではないですよ。大丈夫です。怪しいな。いやいやいや、違うか。そうね、原付なんで私。そうなんだよね。いつも CM みたいな感じで、シャーってん、どういうこと？ CM みたいに顔を顔面に水をパシャーンって浴びるみたいな。ああ、うん。まあ例えが面倒くさかったですけど。でも、ね、はい、雨には濡れなくなったけど、今度は日差しが、うん、ね、やばいんじゃない、バイク乗ってて。そうですね、もう今やばいんですけど、見てください、真昼だったら見えるかもしれないんですけど。すごい。そうなんで、指の手のひらと甲の色がもう違います。そう、なんかすごいオセロみたいになってます。そう、すごい、めっちゃきっぱりきっぱり。ザッキーさんもミキーはすごい。ミキさんのね、そうですね、いいですか。あ、いいですよ。私はガッキーではありません。なんでこの話を ねしてるかというとね、さっきもそう、数分前の話ですよ、これはね。はい、ミキーがガッキーさんって急に言ったんだよね。で、自分は間違ってるの分かってて、ははと思ってたんだけど、ザッキーさんは私のことみたいな、すごいなってましたよね。そうだね。ガッキーって言ってしまう、ガーの方が早めに来てしまう、ザより。もうやっぱそういうのめちゃくちゃ多いよね。ミッキーはね、ガキグゲ号の方が早いからね。あ、はい、オッケーです。もうね、ちゃんと間違えないように言っていきたいと思います。ザッキーです、ザッキーヤマ。ザッキーヤマさん、はい、ということでね、はい、もう手の色も変わってきてるけど、今日も楽しくミキとゆかいな仲間たち始めていきたいと思います。はい、メールアドレスは797@fmginawan.com、797@fmginawan.com です。またこの番組では、メッセージとツイキャスの、いろいろコメントをお待ちしております。ます。ね、今日のガールズトークのテーマは、あれです。言っていいですか？ちょっと間違えました。緊張しちゃった。います。父の日、ファーザー。ファーザーです。ありがとうございます。いい。久しぶりのエコーに緊張しちゃった。あれです。あれです。どれですか？エコーかけるの間違えたかなと思いました。嬉しくて、今びっくりして感動して忘れました。やった。はい、今日の父の日のことについて話していきたいと思います。はい、あと、うん、はい、後半のコーナーでは、うん、ミキナカ知恵袋、うん、で皆様の何、ね、質問とか疑問について答えていきたいと思います。よろしくお願いします。もしね、あったらなんかツイキャスコメントをしていただいたり、はい、メール送っていただいたり、はい、お願いします。お願いします。待ってます。待ってます。ということで、はい、今日のオープニングナンバーに参りたいと思います、うん、じゃあオープニングナンバーは、まあ、ヒーローセレクトの曲をかけていきたいと思います。
はい、そうですね、今日は、はい、まず先週もね、そういえば星野源さんの話をすごいして、うん、夢の外へを流したんですけどね、今日は、はい、星野源といえば、はい、これでしょっていう曲を流したいと思います。ではいきますよ、星野源で3。ひばりベンタさん、ありがとうございます。今日も順調ですね。順調です。今日順調の神々ってこと。おきぼりベンタさん今日まだ噛んでない今日おきぼりベンタさん、あれだ、ライブだあ、とか言ってたね。告知しますね。頑張ってください。頑張ってください。今はサンが流れております。私の大好きな、いいね、楽しい皆さんの、あ、そう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 、銀のトランボーンさんって、聞いたことあるよね。いや、ないです。あ、ない共感できなかった最近よく聞く。そうなんだ。 FM、 あ、 FM 銀のワンによく本当にボーン、ボーン乗ってる、乗ってる曲にちょっと待って曲明け CM で大丈夫ですか。お願いします。ノリノリタイム来たって言ってる。うわー、ノリ乗ります。いつもカラオケで歌うとき、これ3個音を上げてやってるとき、あー、キーを、そう、あの女の人も、あ、そう、女の人もパクリパクリそう、YouTube でいいなと思った人のパクリで。かづいてへいじゃえ、いつでもただ一人の日か。何喋ろう。喋ることある。あんまない。忘れがちだからこそやろう。そうだね。そうだね。4秒です。はい。これミュージックフェム。うん、これ iTunes。ああ、iTunes で買ってるの？あ、うん、パソコンから入れた。ああ、iTunes っていうのかな。iTunes か。はい、終わりです。いいね、写真だけやっぱいいね。いいね。これ20。
20秒です。はい、マイク開けます。はい、今日のガールズトーク、はい、始まりました。今日のガールズトークのテーマは父の日です。です。はい、忘れがちな父の日、忘れがそれ言っちゃうんだね。ですけどね、うん、今日思い出しましょう。思い出しましょう。はい、あえてすごい。そうなんです、最近ね、うん、ニュースで見たんですが、うんうん、やっぱり父の日は忘れがちで、プレゼントをもらったことあるお父さんたちが少ないらしいんですよ。へー、やっぱ忘れますね。はい、ね、ザッキーさんもね、将来多分忘れられるかもしれない。え、なんでそんな冷たいことを言うんですか。子供から忘れられる、はい、で、なんだろう、お父さんの定義は。え、どういうこと、どういうこと。お父さんね、お父さんなんで忘れられるんだろうね。あー、やっぱお母さんの方がみんななんかあれなのかな、なんだろう、いたわろうみたいな気持ちになるのかな。なんでかね、かわいそうに。やった、お母さんになる派で、うん、なる派で、なる派で、よかった、ね、ということでね、うん、今日はいろいろお父さんのことについて話していきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、うん、お父さんのことはなんて呼んでますか。父さん、父さん、うん、お右、お父さん、父で。すごい、本当に。いや、なんか一回人前でお母さんって呼んだ時あったんですよ、うん、そしたらめっちゃ母親に怒られて、人前ではお母さんと呼ぶなって言われて。え、なんて呼ぶんですか。だからもう父母って呼んで、すごい。なんか兄弟はちゃんと分けてるんですよ、人前では母父って言って、うん、はい、でなんか身内しかいないときはお父さんお母さんって言うんですけど、俺はちょっと不器用なんで、もう一括して父はって呼んでます。あ、うー、すごい。じゃあお家の中でも呼ぶときは父って呼ぶんですか。はい、父って呼んでます。父って母って。初めて聞きました、そういう方がいらっしゃるの。でもいい礼儀正しい、ね、すごい、いいですか。すごいいいと思うよ。へえ、そうなんだね。やっぱみんな違うんだね、同じ年じゃん3人とも。うん、でもやっぱお父さんだった。じゃあ父さん。父さん。おはつけない派です。あ、おつけない派。おつけない派。父さん、母さんって感じで。あ、父さん、母さん。うん、お母さん、お父さん。お母さん、お父さん。うん。そっか。で、父、母。父、母。父、はい、みんな違うね、じゃあね。は、おきぼりベンタさんが、はい、パパをスペイン語発音で呼んでいます。え、何？パパみたいな。なんでパパみたいなやつかな。すごい。バカにしてませんよ。はい、予想だけど。いやいやいや。あ、いいね。どうか教えてほしいけど、あ、教えてほしい、ね、言葉はちょっと、ね、読み取れないからね。うん、皆さんのね、お父さんお母さんの呼び方も教えてほしいですね。うん、教えてほしい。ここで聞いてるリスナーさんもお父さんの方も多いかもしれないですね。あ、なるほど。どうだろう、分からん、嘘ついた。きっと多いはず。多いはずね、うん、だって今高齢化社会だから。どういうことですか。謎だな、謎だ な, 謎だな。 それにね、沖縄は家族多い人多いからね、もう若いうちで。そうね、うん、そうだ ね、ただ自分なんか同級生もね、お父さんになってる人がいるからね。あ、そう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 、ね、うん、そっか。 あ来た、木彫りベンタさんが、うん、パー右矢印、パー上矢印って感じで語尾が上がる感じです。パー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 、難しい。パーパーですかね、わかんないけど。スペイン語のお父さんの呼び方ですね、これは。へえ、そんな、うん、あ、でも同じ、え、意味ってことかな。お父さん、あ、パパってスペイン語なのかな。あ、え、パパ自体が、あ、はいはいはい、そう、なんだ、どうなんだろう。あ、そんな感じですって。パー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 、あ、でもそうやって呼んでるってことなんですね、ポポリベンタさんは。あれ、パパはあれなのかな、あの全世界共通なのかな、ね、あ、でも、あ、でもダディって呼びますね。あ、ダディかっこいいね。パパはスペイン語らしいですね、知らないでした。はい、ありがとうございます。すごい、あ、そうなんだ。ダディか、ダディダディダディ、ダディが似合うお父さんかな。え、おきぼりベンタさんのお父さんがってこと。あ、自分の、あ、自分の、 自分の、ああ、ちょっと名前負けしちゃうかもしれないな。ダディ、お父さんが一番似合うかもしれない。お父さんって感じ。お父さん、お父さん、うん、
そっか。お、父さん。おつけるね。父さんって感じだな。そうなんだ。そうだね。どうですか、父の日は、うん、今年は何かしようってなんか計画中ですか？明日ですけど。そうだね。未定だな。これは未定だな。そうだね。過去にはどうですか？何しました？もう小さい頃とかは、うん、なんかこの幼稚園のイベントで作りましょうみたいなやつで作ったぐらいかな。あ、まあね。いや悲しいね。ごめんね。ごめんね、父さん。そう、マヒロは何かあげました？覚えてないな、自分もあんまりやってないんだはずね。ね、なんかイベント薄いよね。なんかあの母の日とかはカーネーションみたいな。そうだね。父の日は何だろう、なんかあんのかな、定番的なやつ、ね、本当に何だろう、何だろうね、分かんない。ザッキーさんは父の日ですか？はい、はい、いや、メール送るぐらいですかね。あ、そうですよね、はい、離れて住んでる、ね、新潟出身なんで、ザッキーさん。なんで特に何か物を送るとかはないっすね、うん、あ、うん、そうなんだ。そうか、でもそれだけでも絶対嬉しいですよね。嬉しいね。うん、あのメール送るのとか恥ずかしい、恥ずかしい気持ちになって。ああ、あります、あります、ある。確かに恥ずかしいですね。恥ずかしいよね。一番自国だなって今思ってるのが自国。なんだい？いや、なんかこんなって身内になんかありがとうとか言うの恥ずかしいですよ。恥ずかしい、本当に。うん、なんか結婚式の時とかに、うん、なんかお母さんありがとうみたいな、うん、あれめっちゃ恥ずかしくて自分絶対やりたくないって思うんですけど。でもその時はやっぱなんか溢れ出るものがあるんじゃないですかね、きっと。わかんないけどね。いやでミキーは結構あれだもんね、クールだからね。そうだよ。でも そのクールなミキーが、ね、うん、そこで泣いたらもう、あ、みんな、あ、うーってなるね。なることね、何年後になるか。ツイキャスコメントの方で、はい、かっちゃんさん、ミキミキミキパリミキマッピロヤン、こんにちは。こんにちは、すごいすごいすごい長いですね。これ早口言葉ですね。ミキミキミキパリ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 ピーポーみたい。パリピーポーパリピーポー。あ、おきぼりベンタさん、電話したりかな、うん、あ、うん、電話いいですね。おきぼりベンタさんもそうですね、ボリビアに家族がいるのかな。あ、そうなんだ。そうなんです。うーん、すごい。かっちゃんさん、はい、ミキサーゆうたんか、わら。あ、そうです。ですです、ゆうたん、はい、ゆうたんか、ゆうたん、かわいい、ゆうたんって、はい、いいですね。ザッキーとゆうたんがどっちがお気に入りです？ゆうたんにした方がガッキーと間違われないじゃないですか。そうですね、そっかそっか、ゆうたんが。オッケー、じゃあそれで行こう。ゆうたんさんでいきますか。ガーが最初に本当に来てしまうから。どういうことですか。なんかさすがもうミッキー的ななんかがあるんだね。そう、主張が激しいガーの。はい、ということで、そうよ、父の日、お父さんというとよく娘から嫌われるということで、うん、はい、何 か、 なんか嫌がった経験とかありましたか？うん、嫌がった経験と、はい、あ、私が、はい、っていうか、あ、うーん、わかんないけど今の状態は、うんうん、すごい私は父さんに厳しいんですよね、家族。当たりがですね。そうそう。お、例えばなんか普通に別の母さんとか兄弟からなんとかかんとかって言われても、うん、ああ、うんうん、オッケーみたいな感じだけど、うんうん、もし父さんになんとかって言ったら、うん、はあ、はあ、みたいな。そう、やるね。家族の中で怖いって言われてるんですよね。ああ、でもそうなんです、そんな感じなんだよね。言っちゃうね、一応、うん、はあとか。でも勝手な想像、ミッキーはなんか仲良さそう。いやいやいや、そこまで、そこまで、はい。悪くはないけど、悪くはないけど、なんかお母さんに怒られた時に一致団結する感じはあります。え、例えばどんな感じ？お父さんと。お母さんにミキが怒られてってこと？っていうか、なんかお母さんにめっちゃ怒られた時に、うん、お父さんと一緒になんか一致団結みたいな。一致団結してどうするの？っていうか、なんか、あ、怖いよなとか。あ、そういうことね。そう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 、仲間意識みたいな。そう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 。なるほどなるほど。お父さんもお母さんを恐れているということだね。うん、そう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 。でよくなんか世間一般的に言う、なんか洗濯物を一緒に洗いたくないとかあるじゃないですか。 うん、あれどう思いますか？ザッキーさんにすごい。俺ですか？、まあ、同じ
男だからか、ね、気にしないと思う。もしじゃあ母親だったら、でも普通に一緒に洗濯してましたよ、家族はみんなで、はい、ですよね、うん、違うんですか、自分たちも分けない、自分も分けないね。だからそのよくなんかドラマとか話とかではなんかお父さんと一緒によく洗うの嫌みたいな、うん、あるねあるね。そう、洗濯機の制度をさ信用しないよねそれって、なんかきちんと汚れを、そう申し訳ない、なんか何目線なのそれ、洗濯機に申し訳本当にどういうことだよ。だってさ、うん、そうじゃん、だって一緒に洗っても洗わなくても一緒じゃん、うん、何が嫌なのかなってそれずっと思ってたっていうか、とりあえず一緒にされるのが嫌なんじゃない、うん、もうとりあえず、あそれか別にそんなに嫌じゃないけど、うん、なんか言いたくなっちゃうみたいな、あ反抗期で、そうそうそう、はみたいな、なるほど、わかんないけどね、そうか気持ちがわからんなみんな一緒の気持ちの人しか集まってなかったね、分けてる人いませんでしたから、ね、そうだね、そうかすごい、はい、AKB ファンさん、あかっちゃんさんもね、娘さんがいるから、うん、あ、うん、なるほど、今は好かれ、子供が小さいかもしれないけど大きくなったら嫌われちゃうかもしれないんですよミキその話題好きだねなんかお父さんがすごい嫌われる話題好きだね、うん、なんかいいね、面白い面白いそうだね、でもミキは3姉妹だったっけ、そうそうそう、3姉妹、お父さん1人じゃないか、そう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 、こっちでどうお父さんの地位は、そこまで、そこまでなんかそんな喧嘩もしないし、うん、なんか、うん、いいね、そうだね、その3姉妹からお父さんへのプレゼント考えたりしないのかい、そうだねなんかやっぱ欲しいかな、で皆さんはもし自分がお父さんだったりとかした時に何が一番欲しいですか、うん、もし自分の子供からプレゼントされるなら、あーなるほど、自分が母だったら母の日さ、うん、何が欲しいか、うんいやでも普通に子煩悩だったら、うん、あれじゃないですか、何もらっても嬉しいってなりますね、あなるなる、一応何もらっても一応嬉しいではあるね、そうだね、ミキは何が欲しいの子供からでも一応子供だったら何でも嬉しいかも、あそうね、そうだね、そういう結果なっちゃった、まあ、これまずいですね、みんなね話が膨らむねこれまずいですねツイキャスコメントの方で、あららがまサイガーさんがこんにちはっしょい、はい、あこんにちはっしょいです、木彫りベンタさん祝ってくれたらそれだけで嬉しいです、ああみんないい人かいいこと言ういい人か、もっと下水人いないのかでもさそんなこと言われたらさ、うちらもなんか、あの父さんのことをいつもありがとうって言うだけでなんかね終わっちゃうね、あそうだね何もあげなくていいみたいな、プレゼントは用意しなくていいね、いいね、言葉だけで、でも一番それがきついじゃないけど難しい、うん、そうだね、恥ずかしいしね、ありがとうみたいな、なんか言えないよ、ありがとうは言えない、言えないね、な曲にできそうだね、ありがとうが言えない作ってありがとうが言えない、でもなんかもしザッキーさんみたいに、うん、ザッキーだよね、そうザッキーさんみたいになんか自分が違う土地にいたら、うん、メールで送信ってしたら言えそうだけど、うん、ああ面と向かってってことですか、そう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 、あ変だなって思うあららがまサイガーさんが、はい、俺は昨日5歳の娘から似顔絵もらいましたって、おおあー超いい、いいねいいね、なんかそれはもうよくお最近お店とかに行ったら父の日とか母の日とかにも近くなったら、あの似顔絵が貼ったりされてる、あれ結構なんかカラコンが入ってるみたいな目のやつとかそうねそうだね、そこ気にしますか面白いですよね子供の絵って、うん、面白い、どんなって見えてるんだろうなって思うっていう か、うん、かやたら顔が紫とかあるよね、ありますね、あるある、面白いよね、すごい嬉しかったでしょうね、うん、嬉しいですね、いいね、すごいほっこり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 しますね、ほっこりしますね、うん、あ似顔絵か、似顔絵自分たちも
だから小さい時はやってたんだろうね、覚えてないんだけど、ね、書いた記憶ある。あ、ある、あるある、幼稚園の時に。でも父の日じゃなくてね、母の日の話になっちゃうんだけど、あ、母の日に、うん、なんか多分幼稚園の時に、うん、なんかねカーネーション、手作りのなんか紙で作ったカーネーションがあって、あ、それをあの絵本バッグ持ってて、それに刺してあの横断歩道を渡ってたら、うん、それが気づかぬ間にあの横断歩道にポロンって落ちて、で向こうまで渡って、うん、信号が赤になったわけよ。うわだからその落としたこの手作りカーネーションすぐ車に轢かれて次の青信号になってからその泣きながら取りに行ったっていう思い出悲しい。そうそう、そういう思い出があった。それしか覚えてない。車に踏みつぶされて、そう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 、すごい悲しかったよあれは。悲しいね。これもう場所まで覚えてるよ。だってあのあっちだよ。どこどこ、なんだっけ、宜野湾の三重、三重、三重、あ、コンベンションシティのところ、うん、あの港側、牧港のところ、町の三重のところの、信号だったよ。悲しい記憶や。あの車誰が引いたんだ、それが自分のお父さんの車とかだったらやばいね。あ、父の、メッセージ来てますね。 ありがとうございます。あ、さあ呼んでもらってもいいですか。大丈夫ですよ、お願いします。銀のトロンボーンさんからです。あ、さっきギャラリーさんに来てましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、ミキシャン、マヒロシャン、ギャラリーからお邪魔します。あ、こんにちは。まあ、お父さんの呼び方、呼ぶとしたら、はい、父ちゃんかな、うん、物心ついた時は他界していなかったから。なるほど、そうなんですね。まひろと同じ父さん、父ちゃん、父ちゃん、あ、ちゃんの方ですね。あ、父ちゃんか、ちゃん派かさん派がいるんだ。でも自分の父さんも、うん、あのおじいちゃんのこと父ちゃんって呼んでたわ。父ちゃん、うん、父ちゃんって呼んでた。ちゃんか、うん、父ちゃん、あ、父か何今のそのまま何父ちゃんとか言わないかなと呼びません父上、母上もそうだね、そう、あ、そっか、ちゃん派もいるのね。そうね、ちゃんも、そっか、うん、自分の友達パパっていう人がいます。あ、へえ、あんまりない、聞いたことないな、パパ。いや、でもなんか、うん、いる人はいる、いる人はいる、そりゃそうでしょうね。すごいなと思う。一応なんか分かる、同じ年でパパって言ってるか、うんうん、おお、すげえと思う。そうだね、そう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 、なんか内地って感じがする、うん、あ、内地って感じするね。沖縄にはあんまりないのかなって勝手に思ってたけど、そうでもないのね、うん、そうなんだね、うん、そうなんだね、父親ね、父親ね、かわいそうだね。ちゃんと皆さんねちゃんと何かお礼してくださいね、毎日ありがとうみたいな。難しいわ、やらんはずな、やる。あ、でも自分はもう今年は決まってるんですよ。あ、本当ですか。お父さんから、うん、あのカバンが欲しいなみたいなことを言ってて、そうそうそう、でも指定してくれたら嬉しいですね。うん、そうだね、こっちもやりたくないわけじゃないから、ちょっと要求してよって感じですよねそうね、そう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 。おきぼりベンダさんが諦めが早いって頑張ろう、ちゃんと。そうね、父の父親の誕生日とかは何かするんですか、うんうん、あ、はしますね。何あげたりするの、あげるのかな。あげた、あげた。何あげたの。チョコレートとコーラが好きだから、チョコレートコーラあげた。おお、でもいいね、分かりやすい。そう、もう食べ物をあげるみたいな、なんかごめん、餌付けみたいなってでも好きなものだから嬉しいはずね。嬉しい、おー、うん、よかった。そっか、誕生日か。誕生日ね。誕生日やったら自分もあれだな、お酒かな、ビールが好きだから、この六缶パックとかある。あー、嬉しいやつだ。それを買ってあげたり、そんな感じかな。何の、ちなみに何のビールが、え、何の、あの、何のビール、うん、何のかな、なんか糖質ゼロって書いてある系のやつ、うん、やっぱ糖質気になりますね。そうそう、自分はもうビールでしたね、うん、日は新潟の、いや、恵比寿のビール。あー、恵比寿の、恵比寿、美味しいって聞いたことありますね。にそのメッセージを缶に書いて、うん、あ、あ、すごい、いい、女子力ある、素敵素敵、いいね、わ、それいい、いいね、いいね、いいですね。ツイキャスコメントの方が、はい、ムルアットマーク、うん、セルペッサさん、セルペッサさん、ベッサさんかな、ベッサ、やはりいたか、うん、なんでしょう、やはりいたか、やはりいたか、やはりいたかは誰でしょう。そうなんです、土曜日にいます、こっちにいます。あ、初見です、初見です。初見さんなんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。あ、
はまさかの弟登場ですって、おきぼりベンタさんが言ってるってことは、おーということは、アルベッサさんが、おっ、まさかのなんか、コメント欄に兄弟が、すごいすごい、おきぼりベンタさんとその弟さん。おきぼりベンタさんと、あムルーアットマクセルベッサさんは、父親に何あげましたか、気になりますね。ぜひぜひコメントボリビアから弟さんはボリビアから聞いてらっしゃる、はすごいすごい、何つながりが、世界が見えてるね、世界に発信してるね。マーイさんがサキミキ、そうサキミキ、そうですよ、サキミキチーンそうだね、そうだね、サキミキですよ。あ、おきぼりベンタさん、弟はもうお父さんなんですよね、はい、あ、お子さんがいらっしゃるということですね。あ、気になりますね、何もらったか、タバコ1カートンあげたな、おー、あー、タバコか、そうね、好きな人は嬉しいですね、うんうんうん、今流行りだな、アイポスとか、アイコス、アイコスね、とかもらったらタバコ好きの方嬉しいんじゃないでしょうか。へー、なんかあの仕組みが分かんないんだよね、あれすごいよ、本当にすごいんだすごい、吸ってる人は目の前に見た、うーん、煙が出ないみたい な, 出, ないたいな出ないけど、出ないんだけど口から出したら出てるから意味ないかなみたいな。あ、そうなんですかね。ですって、 このタバコからは出てないんだけど、うん、口でふーってるから意味ないだろうみたいな入れたくない。あ、いやいやすごい、マイクにポンってやって、ごめんなさい、マイク殴っちゃいましたね、殴っちゃいましたね、ありがとうございます。マイさんが、はい、ラジダブって言ってますよ、ラジダブ、あー、あ、マイさんラジダブで言っちゃったそ, うだ、そうなんです、私そこで AD させてもらっているので、もしよかったら来てください。サイサイサイムルアットマークセルベンタさん、はい、メッセージカードも買ったお、買ったお、もらったお、もらったお、もらったお、おお、嬉しい、メッセージ嬉しいね、この何気ないメッセージ嬉しいよね、うん、うん、嬉しかったでしょうね、すごい。あららがまサイガーさん、はい、ミキ YouTube のチャンネル登録したよってよありがとうございます。嬉しい。うちのミキさんは YouTuber なんでね。嬉しいです。もうありがとうございます。あと一つお願いしてもいいですか何でしょう、最近ですね、うん。なんか面白いネタがなくてですね。何かやってほしいこととか、自分がやってみたいけどできない誰かにお願いしたいなって思ったことがあったら、うん、教えてほしいですね。代わりに私がやりますと。もう全然体張って何でもやります。体張ってやりますよ。らしいですよ、まあ。うん。事故らない程度だったら。うん、事故らない程度、ね。歌ったり食べたり、実験したりしますのでお願いします。ですって、はい、YouTuber ミキさんが言っております。はい。あ、え、マイさん、ヨギシコジャパンさんなんですか？すごい、わかんない、伝わってないんだけど、どうしたん、うん、すごい方なんだ。なんかヨギシコジャパンさんってあれですよ、有名ですもん、なんか、はあ、そんな方が、じゃあいろんなとこで聞きます。はあ、すごい、ありがとうございます。すいません、ちょっと初めて知りました、ありがとうございます。ジャパン、ジャパン、嬉しい。なんだろう、どのことについてかわかんないんですけど、セルベッサさんが話には聞いたけど、うん、正直いらんかなって思う。 あれじゃないですか、これの、あ、アイコス、あ、アイコス、うん、あ、でもな、高いんだよ、本当に高いんだ、らしいですね、うん、高い、なんか、あの言われごめんなさい、マイクまた投げちゃいました、うん、あの割引使ったら、5000円ぐらいになるんだけど、割引機械みたいなやつがだよ、そう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 、うん、本体が、でも割引とか使わなかったら1万円何そのでっかい、怖いよね、聞いててやば、本当にダメ、あれはもうあれ買うぐらいだとやめた方がいいちゃう、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、体に悪いから、うん、いいって言っても本当は体に悪い、うん、悪いところは宣伝しないしね、うん、うん、そうね、そうだね、ツイキャスコメントがいっぱい来てる、嬉しいです、はい、ムルアットセルベッサさんがメッセージカード嬉しかったっす、うん、やっぱりいいですね、いいよね、いいですね。私も最近メッセージカードもらったんですよ、おう、うんうんうん、知り合いから、うんうんうん、嬉しかったですね、やっぱ言葉で言うよりかは嬉しいよね、あ、こんなところ見ててくれたんだっていうこととか、ありがとうって思いましたね、いいね、うん、
三毛猫好きな犬、はい、アットマカリウシエアさん、うん、やってほしい実験、さっきの YouTube の話ですね。 iPhone のバッテリーの破壊、待って怖い怖い怖いすごい機械か、もう機械だったら、あ、 FM ギノワの司さんが多分ジャンル的にそうです、やっ機械は司さんにお願い、機械はね司さん、さっき自分のことあれ言ってます、ね、ん、言ってたじゃないですか、英語で、何何、自分を英語で、あ、ラブマシーン、ラブマシーンそう、自分のことラブマシーンって言ってたんで、機械が好きだからっていうね、はい、ラブマシーンって言ってたんでね、バッテリーかもったいないな、でもやってみたいね、面白いなんか実験、かっちゃんさんも別のこと言ってるよ、じゃあ、はい、ミキミキスライムカレー食べてください、わら、エケビファンさん、はい、私食べましたよ、食べたそうです、初めての動画に出したので、おエチナミッキーを一番最初に戻ってもらったらやべ宣伝みたいになっちゃった、すごい、すでに、そうそうそう、ね、美味しかったんですけど、スライムカレーは緑の色してたんですけど、うん、グリーンカレーでした、味も美味しいの一応、うん、美味しいのかな、あれは美味しい、一応美味しい、普通に食べる、でも自分タイ料理がちょっと苦手で、あ、まあそういう、なるほどね、ただ苦手な食べ物って、でも美味しかったですよね、普通に苦手な食べ物、うん、あ、でもおきぼり弁当さんすごい、スライムカレー食べてませんでしたっけ、ってことは結構チェックしてるってことですね、ありがとうございます、さすがです、さすがですよ、さすがですね、さすがお師匠の沖縄県民ですねと、なるアットマークセルベッサさんから、うん、チョコソース焼きそばってどうなんやろう、今出てるんですかそれが、うん、結構ちょっと前に出てたんですけど、うん、結構ちょっと前に食べました、美味しかったですね、意外に、でも結構私コンビニでもバイトしてて、うん、もう売れ行きが半端なかったですね、へ、3回ぐらい発注しました、やっぱじゃあみんな好きなのね、そういうやつが、そうね、うん、すごい、どんどんちょっと父の日からは外れたそうだね、面白いからいいよ、面白いからいいよ、全然面白いからいいよ、全然三毛猫好きな犬さんが、うん、受信電波できるまで聞きます、今ギノワン長田、おお長田、あ、ってことは今からちょっとギノワンから離れるってことなのかな、あ、そうなんですね、もしよかったら、ね、ありがとうございます、ギリギリまでね、嬉しい、ギリギリ、これすごい、もう37分になってる、あー本当だ、じゃあ曲いきます、またツイキャス挟みながらツイキャス挟みながらをコメントをまた後で読むので一回曲いきたいと思います、はい、今日はですね、うん、父の日についてちょっと喋ったので、うん、そうね、ちょっと喋ったね、はい、うん、皆さんちゃんと忘れないでください、父の日覚えてますか、明日です、明日ですよ、はい、で今日はですね、父の日にまつわる曲をかけていきたいと思います、この曲はですね、はい、まあ、父親も聴いた方がいい、あ、父親も聴いた方がいい、うん、で父親じゃない人も聴いた方がいい、はい、まあいい曲なので共感してしまう曲なので聴いてください、はい、いきます、はい、キュウソネコカミで泣くな父親、父の日か、こっちは3月19日だからなかなか昔だな、違うんですね、なんですね、3月19日なの、でも沖縄ので父の日って表されてたのは今週の木曜日だった、沖縄手帳、うん、違うんだ、キュウソネコカミ、なんていう曲だった、キュウソネコカミの泣くな父親、 PV が面白いんだよね、それなんかあれ、うん、保育園みたいなところのやつ、あ、違うか、違うか、違うか、何だったかな、カラオケで流れてたけど、感じか、泣くな父親、泣くな父親、そう、嬉しい、あ、アナラグマガイさんが、まあ、ガイさん、すいません、アナラグマさんが、やってほしい実験、YouTube、ギノワンから、辺と岬をヒッチハイク往復、うわ、1回の車で進める距離は10キロまで、うわ、それまで決められる、10キロってどんぐらい、わかんない
いや、道の長さが分からなかったな、ね、そう、例えばどこからどこまでが10キロなんですかね、分かんないけど。でも、おすすめな YouTuber さんが今それだったら、なんか自分はやらないのかよ。だから私、人見知りなんですよ。もうやってる方がすでにいるってことね。そうなんです、なんかバタコさんっていう沖縄の YouTuber の方がいて、私と多分年も近い、専門学校今行ってるんだけど、うん、1個下か同じ年かな、沖縄で浦添ぐらいに住んでる人なんですけど、うん、学校に行く前にお金がないからヒッチハイクして学校まで連れてってもらうみたいな企画やってて、すごい、ゴーパチで拾ってたんですよ。で、学校着いたの？それで着きましたね。あのなんかその時に休みだった、あの海兵の、あ、自衛隊で働いてる人かな、あ、じゃないや、あの消防署、消防士の、うん、休みの消防士の人がちょうど車運転してて、うん、暇だから送ってあげるよみたいな感じ。面白いです。すげえ。バタコさん検索してください。面白いですよ、本当に。バタコさん同じ沖縄県民ですね。忘れてた、なんだろう、何のことに対して言ってるのかこれ面白そう。なんだろう、何の話、これのことかな。あ、これマイクで音拾ってるんって言って、そうですね、多分そう、真ん中にマイクが合ってる、聞こえてます。あ、なんかすごい兄弟で説明し合ってる。本当ですね、ラジオ番組だからね、今音楽流してるみたい。そうです、すいません、ツイキャスとかでは流れないんですよ、音楽は。そうなんですね。いいですね、面白いですね、兄弟聞いてくださいね、この教祖猫神っていう、教祖、教祖、間違った、教祖猫神、書いておこうかな。やばい、上に行き方が分からん。ああ、ありがとう。え、父さんみたいな人と結婚したいと思う？あ、もう思わん。自分も思ったことない。思ったことあるない。ね、ないよね、その定義が分からんよね、定義何そう思ってんの。すごい、7名の方が、あーあー、やっちまった。おやじ泣くな、おやじ、あ、泣くな、おやじ泣くな、おやじ、あ、よし、待ってよ、泣くな、なう、なんだ、泣くな、おやじ、泣くな、おやじ、うん、もしかして父親って言ったか、泣くな、父親って言っちゃった。みーの、どう、残り20秒です。はい、マイクを上げます。はい、ツイキャスやもんか、ミキナカ知恵袋。はい、ということで今からはミキナカ知恵袋のコーナーを始めていきたいと思います。はい、先週からね、はい、始まった新コーナーなんです。そうですね。そうですね。このコーナーでは、なんかね、知恵袋とかお悩みとかを私たち大学生目線で解決していくコーナーとなっております。うん、そうです。で、今日はですね、うん、もう悩みを抱えたね。そうなんですよ。方が、人が、うん、コメントくれたんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。の悩みについて答えていく前に、まずは皆さんのツイキャスがたくさんコメント来てるんで、ね、賑わってる、ありがたい、あれ、ありがとうございます。じゃあさっき行くか読むか、ちょっとだけ読んでいくか。そうだね、読んだ後にやりましょうか。じゃあ、はい、どっかで読もうかな。すごいいっぱい、なんか YouTube、 ミキの YouTube に対してとかね。そうそうそう、いろいろ。そう、さっきアララガマンサイガーさんが、うん、なんかギノワンからヘド岬までヒッチハイクしてよみたいな言ってたんですけど、もうそれはすいません、もう先にやられちまいました。やられちまいました。沖縄の県民の YouTuber の方にね、バタコさんっていう YouTuber の方がいるので、うん、もしよかったら見てくださいね。学校に行く、ヒッチハイクして学校に行くみたいな、うんうんうん、動画撮ってるのめちゃくちゃ面白いですね。すげえな。あとオキバリベンタさんも言ってるんですけど、うん、
あの幽霊の心霊現象のやばかったやつ。そうなんです、心霊現象のやばい動画が。やだ、そんなの見たくない。すごいですよ。怖えよ。幽霊を呼び出すっていう動画を撮ってるんですけど、もう後ろで本当に物が動いてるんですよ。はあ、すごい。すっごーと思って、うん、もう絶対見た方がいいです。そうね、バタコさんもバターはカタカナで書いて、こう子供の子、子供の子だったかな。そう、チャーリーチャーリーああいうふやっていう。あ、もうやだもうやだやだやだ、やめて、この話やめましょう。そうなんです、ね、よ、見てくださいね。そうしてください、見たい人は見てください、ね、検索してください。それは見ない。いち早くは見ようかな。見て見て。あと、うん、三毛猫好き大好きな犬さんが YouTuber になるかどうかわからんけど、自分も空撮した動画を映像や FM ギノワン での自分に番組 YouTube アップして小遣いもらってる。おお、そうなんだ。あ、じゃあフリーで活動してるんですね。すごーい、すごーい。はあ、あ、でもどのぐらいもらえるんだろう、気になる。お金の問題。そうなんで、私ちょっとなんかに入ってるんですよ。そう、そうなんです。なんかに入ってる。でそっから BGM とかもらってて、うん、ああそういうことね。そうなん、だから全部もうなんか、そう、そんなに売れてないんで1円とか稼いでももらえますみたいな、1円もらわれるんですよね。だから手元に何も残らないっていう感じで、はい、私はやってます。私はやってます。はい、あとメルアットマークセルベッサさんが、そんな君に捨てみきをこれを入れれば音源直接放送に流せまするよ。おお、なんだろう、なんだろう、わかんないね。気になる。でもおけぼりベンタさん兄弟は機械に強そうだな。なんかそうだね、いろいろしてそうだね。うん、すごい。あ、あと中山石子さんがこんにちはって来てます。こんにちは。あ、中山石子さん一回出てくれてましたね。ゲストに来ていただきましたよね。ありがとうございますね。今どんな感じなのか気になりますね、活動、うん、はーい。と、三毛猫好きな犬さん。犬さんが、就活の悩み、今日やばい、今日噛むね。マヒロお願い。はい、就活の悩みを抱えた外国人留学生の相談乗ってあげてほしい。あー、でも、それは私たちが乗ってあげ、ね。私たちも結構。そうです、ね、私たちは就活生なんでね。そう。でも外国人もらえて結構いるんじゃない、ね、え、あ、だって欲しいっていう企業が言語使えるから。そうだね、うん。じゃあそろそろ、じゃあそうだ、ね、あの方の相談に行くか。じゃああの方の相談に行きたいと思います。そうなんです。今日相談してくれた方は今こちらにもいらっしゃいます、おきぼりベンタさん。こちらにもってなんかここにいるみたいじゃない。そうですね、ツイキャスにコメントしてくれてますね。うん、うん、おきぼりベンタさんのお悩みを、お悩みを紹介していきたいと思います。匿名の方が良かったのかな。あ、行っちゃった、わかんない。いっか、言いますね。はい、質問、自分は人前で話したり変装したりするときにかなり緊張してしまい、ミスをしてしまうことがちょこちょこあります。今夜もライブがあり常に緊張しています。何か緊張をしないでも少し、あ、緊張しないでも和らげる方法はないでしょうか。よろしくお願いします、ということです。緊張しちゃうっていうことだよね。わかるな、緊張してしまうね。それも舞台ってことはね、緊張しますね。緊張、どうやって、でも緊張の話結構前もやりましたよね。どうやってしま、やわらげてます？そうだね、なんか自分にあんまり期待しないように最近はします。あは、期待ましてないはずなんだけど、うん、あ、やばい、見られてる、頑張らなきゃっていうのがあったら、うん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 、緊張しちゃうから、緊張しちゃうね。まあそうだね。でも緊張してるってことは一生懸命やってるってことだから、うん、悪いことではないと思いますね、全然。うんうんうん、一生懸命、いいこと言ってるね。おいいこと言ってるね。目の前にさ、松岡修造の、うん、松岡修造松岡修造の諦めないと、諦めないを諦めるぜ、はもうやばい、はい、もう一回見て、しっかり見て、はい、諦めないを諦めるな。あ、正解。あ、松岡さんもコメントしてくれてますね。うん、ありがとうございます。そうか。そうですね、緊張全然していいと思いますよ。自分に期待しないんです。そうそうそう。で本当に、でも最近、うん、怒りを出したら緊張しないなって思います。うん、え、どういうこと？何に対して怒るの？はぁとか思ったら。はいや、思うことないけど、うんうん、もし緊張しすぎてどうしようって思ったら、うん、相手に怒ったら大丈夫かな。
例えばどういうことを やるの？なんか言われたんですよ、緊張してやばいんですよみたいな、うんうん、好かれだからそれは人に好かれたいみたいな、あだからなんかこびてるんですよね自分が、うん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 、じゃなくて怒りっていうかだね、自分は自分だみたいな、意思を固く持ってみたいな、その極端な話、うん、なんか怒ってる時だったらどんな緊張する場面とかに行っても全然緊張しないよみたいな、うん、へー、だってムカついてるから相手に、緊張してる場合でもないという感じなのかな。そうだね、まあまあ例えがあんまり良くないけどねでもなんかね、そうそうそう、あんまりこびない感じで自分は自分みたいな、そう自分の力だけ出してみたいな、うん、そう人にどう思われてもいいやみたいな感じでやれば全然大丈夫だと思いますね、うんうん、おう真面目に答えてる、はい真面目ですもん、真面目に答えてますね、すごく。でムルアットマークセルベッサさんが、つまりイライラすればいいのですかね。でもイライラはダメだね、イライラ高血圧になっちゃう、そっちそうち、でもうん、だからあれが緊張しないよ、緊張してもいいけど、うん、一生懸命やってるから、うん、でもなんだろう、媚びすぎない人に、うん、お客さんとか周りの人に、なるほど、なるほど、なるほど。でメルベスタさんが、うん、手のひらに人と書いて、てててね、そうね、よく言われてますね。あれ誰が言い始めたんですかね。わかんないな、しかもなんで人なんか食べちゃうんですかね。怖いね、人食べてるって飲み込む、人を飲み込もうって意味かな、あ気持ちを、なるほどね。でもあれただ深呼吸すればいい話だなって思う、ね、あれ深呼吸しろってことでしょ多分。そうなの、だってそうですよ、空気吸えってことでしょ多分、食べるってことは出す、食べた後にふってやるの、うん、でも自然呼吸してるから出してるさそうだからあれ多分深呼吸して落ち着けみたいな感じ、初めて知ったよ。そうだね、それをなんか、うん、信憑付けるように人と書けみたいな、なるほどね、うん。あららがまサイガーさんが、はい、緊張しない方法は自分自身が楽しむ。あーでもそれわかる、うん、面白い、楽しんだ方がね忘れるね緊張してること、うん、そうだね、うん、楽しむ、楽しもう、そうね、緊張か、でもしますよね、するね、するする、でも緊張した方が楽しいもんね一応、あ程よい緊張感がなかったら全然なーなーになっちゃうっていうか、うん、舞台しててもやっぱり誰かが見てくれてるとか自分が見てほしい人とかが来てくれてるとか、うんうんうん、それだけでやっぱ緊張感が出たら、うんうん、やりがいみたいなやつがあって、うん、とても楽しいですよね、あなるすごい、今日すごいいいこと言う、ね、そうですね今日ちょっとありがとうございますなんかね、はい、今夜もライブがあるって言ってて、あもうすごい、ということで、あれ告知をしてもよろしいですか。はいはい、ということで今日もねたくさんコメント来てくれてます、質問もしていた置き場リベントさんの今日ライブがあるらしいんですよ、はい、え私も聞いたかった、今日の何時から、ちょっと待ってくださいね、言いますね、はいよ、言ってください、はい、6月18日は那覇のアッチアーチンブロスで音楽祭をします、うん、アイリッシュ音楽隊や三振ギターチェコの演奏などいろいろな音楽の生演奏が聴けるライブです。おうおうおう、はい、美味しいビュッフェを食べながら音楽を楽しみましょう、ということで入場料はビュッフェ込みで、はい、お食べながら、ほいビュッフェってあの立って食べるやつですよね、ビュッフェってあれじゃないの、食べ放題みたいな、そうそう食べ放題、うん、おしゃれ、すごい、で生演奏もついて2000円ですね、あらお得お得、すごいおしゃれですね、なんか焼肉とかもね行ったら2000円ぐらいするけどね、うん、生演奏聞けないからね、うん、そうめっちゃ豪華だと思う、豪華だね、そう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 、と開演時間が20時、うん、予定で会場が19時からですね、1時間前に開けますね、うん、うんうん、となるほど、楽しい、一緒に楽しい夜を過ごしましょうということで、頑張ってください、もしよかったね、はい来てください、那覇のアーチンブロス、うん、おあ那覇のアーチンブロス、アーチンブロスさんはステーキ屋さんみたいです、あじゃあビッフェに多分肉がたくさんあるのかな、おいしそう、行きたいいいね、そうおけぼりベンタさんと、うん、なんだったかな、と前来てくれたこのロスニコスさんに、うんうんうん、あと一人チェコの女の人が加わってやるらしいんですよ、うん、でツイッターとかフェイスブックになこのちょっと模擬演奏みたいな感じで載せててくれたんですけど、うん、情熱大陸の
てててててを三振で弾いてたんですけど、めちゃくちゃすごかったです。後でちょっとリツイートしておきますね。見たい。はい、もしよかったら皆さん Facebook。おい、やばい、もうあと1分半ぐらい。早い。嬉しい。ありがとうございます。あ、アラナガマガサイガーさんが、立って食べるのは立食だよって来てます。あ、立って食べるのが立食。あ、うん、そうね。立ってね。立食パーティーとか言います、ね。立食パーティー。チェコじゃなくて多分2個って書いて。2個だ。ごめんなさいね。さすがです。雰囲気でちょっと伝わるがダメですね。ちゃんと伝えないと。2個ですね。2個。と、あら、ムレベッセさんが、はい。はいあはい、ちょっとだけちょっと行きますね。ちょっと行きますね。じゃあメッセージ、はい、メッセージの方来てますんで、はい、すいませんお願いします。先ほど来たヨギシコジャパンさん、はい、今日もアメリカンスタイルでガムをくちゃくちゃして歩いてるよ本当は虫歯だらけでガムは禁止されていますよ。あら、メールだからバレないよね。しかし、いやいや、暑い。では先っぽをつなぎながら放送を聞いていますねすごい、待って、ガム埋まらん、あの虫歯に詰め物みたいになるけど大丈夫かな。そしてもう1つ、ね、はい、はい、ありがとうございます。銀のトロンボーンさん、ありがとうございます。 YouTube の話ですね。はい、こんにちは、ミキシャン、やってみて、コーラかけご飯、白いご飯にコカコーラをかけて食べる。待って、ぜひぜひやってくださいね。楽しみにしてます。やりますやりますよ、頑張ります。ちょっとやってみます。お茶漬けみたいな感じで。あと15秒。あ、やばい。ということで、もう今日はちょっとごちゃごちゃになっちゃったんですが、皆さん、たくさんコメントありがとうございました。ありがとうございました。お届けしたのは、ミキと、まひろと、山崎でした。また来週、お願いします。バイバイ。ありがとうございます。助かりました。お疲れ様です。ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。あららがまサイガーさん、ありがとうございます。メレッセアッテベッサさん、ありがとうございます。オキバリメントさん、ありがとうございます。